はい、こんにちはにゃでーす。ってことで3月の黒メダル交換キャラクターの交換所解説やっていこうと思います。このね、新キャラ、3月の新キャラのメタルカストルがかなり良い性能をしておりますので、ぜひともね、確保してほしいなと思っております。そしてね、3月なんですけど、めっちゃ大量にですね、ラインナップしております。後でね、説明するんですけど、ほとんどですね、全部の黒メダル交換キャラクターがラインナップされております。で、左にも書いたんですけど、場合によってはですね、他の黒メダルキャラクターまだ持ってないよって方がいらっしゃる場合はですね、メタルカストよりも優先すべきキャラクターもいるかなというふうには思っております。ただ基本的にはね、メタルカストを取ってほしいなと思っておりますので、そこら辺もね、解説やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。もしよかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンの方よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速なんですけど、まずですね、新しい新キャラということで、3月の新キャラメタルカストルの性能をですね、解説した後にですね、他のラインナップだったりとか、あとですね、カストル自身ですね、はい、交換の玉になるわけですけど、カストルの性能のね、情報修正とかまで確認していこうかなと思います。はい、まずはメタルカストルでございます。はい、こちらでございますね。メタルカストル、こちら 10C4 つに無効貫通2つ持ちですね。聴覚性、他にはですね、スキブだったり陰の加護も持ってます。陰の加護もいいですね。はい、陰の加護 10C4 つでございます。はい、で、闇にコンボのね、リーダースキルですね。闇にコンボ系です。 77% 減減30倍5コンボ加算。正直リーダースキルはそんな強くありません。はい、いつもね、黒メダルキャラクターはね、リーダースキルは使わないですよね。落ち込んだ人ならちょっといいかなと思いますけど。で、スキルがかなり良くてですね、こちら18ターンのスキルで4ターンの間ルーレット生成で、指ないですね。はい、2ターン変身とスキル進化でございます。でですよ、はい、こちら進化後のスキルがこちらでございます。はい、4ターンの間ルーレット1個生成で、指 1.5 倍ですね。で、ロック解除して回復を闇に変えます。相変わらずね、なぜか回復は消すんですが、こちらルーレットループかつですね、指延長ループとなっております。これはね、1体持っておきたい性能しておりますよね。基本的にルーレットループはね、もう何でも持っておくといいよねって話でございますから、闇パとかね、流行ったらこちらルーレットループで絶対使われると思います。はい、ね、多分ですけど、最近はね、回復生成絶対してくれますから、リーダーがね、強いリーダーはリーダーフレだったりとか、サブフレンド、サブリーダーでね、生成で回復生成してくれますから、それから自動回復してくれますから、回復消しても問題ないですからね。はい、かなりですね、こちら疲れる可能性あるのかなと思っております。自動回復キャラクターでございます。で、かつですね、武器も強いんですよ。武器こちらでございます。はい、武器これですね、神タイプ追加、封印に帯に樹脂に指に泥鏡ですね。いいですよね、この武器もね。はい、最近ね、樹脂武器の需要がとにかく高いというわけでございまして、しかも封印と帯耐性までついてくる。で、スキルもですね、見てみたら分かるんですけど、9ターンのスキルで10ターンルーレット生成と指2倍で、消せない覚醒もこう全回復ということで、武器もね、特にスキルも強いですよね。覚醒もスキルも強いですね。はい、これよくあるですね、よくある、最近結構あるですね、長めのルーレット生成指延長スキルでございます。メレム武器とかもそうなんですけど、これね、ちょいちょい代用効かなくなったりするんで、この武器も含めてね、1体持っといて、本体か武器最初に使った方で作るとかね、いうのがいいのかなと思います。はい、どちらもおすすめですね。とりあえずレベル99で持っといて、進化どっち、120にするかね、武器にするか決めるとかでもいいと思うので、1体はね、持っとくといいかなというふうに思っております。はい、それではですね、はい、本体のね、性能の解説の方終わりましたので、続いてですね、3月の交換所キャラクター他に何がいるのか、そしてね、このカストル、メタルカストルの弾になるカストルのね、能力調整等ですね、見ていこうと思います。はい、ということで、続いてはですね、こちらの特設ページの方行きましょう。はい、期間限定モンスター交換所で新モンスター登場とかね、書いてありますが、今紹介したね、はい、こちらメタルカストルでございます。はい、3月ですね。で、ラインナップなんですけど、見てください、こちらでございます。めちゃくちゃ多いんですね。メタルカストル、カリンドラゴン、ハーデスドラゴン、アマテラスドラゴン、メタルアンタレス、レイランバード、メタルスイピカ、メイメイトータス、メタルハマル、ギルガメッシュクル、メタルアルレシャ、エンキドゥクル、アルラットゥクル、メタルポルクス、メタルアクベース、サクヤオリジン、ハクタイガー、エアクル、ビリアルドラゴンということでね、めっちゃ多いです。はい、特にですね、もう名だたるキャラクターたちもいますね。カリンドラゴンもそうですし、アマテラスドラゴンもそうですね。はい、で、レイランバードもそうでございます。はい、ギルガメッシュクルもそうですかね。この辺のキャラクターたちはですね、さすがにメタルカストルよりは優先かなと思うんですけど、他のキャラよりもですね、メタルカストル優先してもいいかなというぐらいにはですね、かなりメタルカストル強いかなと今回思っております。最近の黒メタルキャラの中でもかなりね、群を抜いてメタルカストルはいい性能をしてるかなというふうに思っておりますので、交換しましょう、ぜひですね。はい、あとはですね、メタルカストルのね、能力調整の方も確認してからって感じですかね。はい、ではメタルカストルの性能確認しました。ちなみに弾はこんな感じですね。
の覚醒カストルと黒メタル2枚とでジェミニインですね。はい、とまあいつもの進化素材の交換です。はい、性能見ました。で、能力調整入っておりますね。こちらでございます。カストルの能力調整が入っております。まずですね、1個あの変身構えですね、これはね。はい、超覚醒が増えておりますね。スキブ回復ドロキョバインド増えておりまして、もう覚醒もガラッと変わってますね。回復ドロキョ6個持ちです。まあ超覚醒もあるので8個持ちにできますね。ドロキョ2個、封印2個にスキブ6個ですね。はい、ということはスキブ8にできるんですね、これね。あー、それはいいですね。7ターンのスキルで6解除して、回復お邪魔毒、爆弾はないですね。お邪魔毒を闇に変化、1ターンヘイスト、全ドロップ強化、7ターン1ターンヘイストのね、あのよくあるスキルでございます。はい、まあリーダースキルはどうでもいいでしょう。はい、というキャラクターですね。まあ正直進化前は使わないでしょう。はい、で続いてこちらの携帯でございます。もう一個の携帯ですね。超覚醒がスキブ TG バインド増えておりまして、あー、え、 TG、 あ、そうですか。 TG4 個持ちですね。 8×8×8×8 で、あと神キラー持っておりまして、泥強とか封印も持ってますと。で、同じスキルですね。6解除、回復、お邪魔毒を火に闇に変化、1ターンヒスト、全ドロップ強化です。はい、という感じになっております。いいですね。はい、でまだまだありますか。あと覚醒ですね、カストルがございますと。はい、こちらでございます。覚醒カストルですね、がっつり強化入っております。超覚醒が 10C プラス超覚醒増えておりますね。はい、で限界突破後のステータスも強化入ってるそうです。で、こちらですね、覚醒が帯、泥鏡4つに封印2個にスキブ指に 10C2 つ、 LG2 つということで 10C4 つなんですよね。しっかり火力あります。で、同じスキルですね。7ターンのスキルで6回以上回復、お邪魔毒を闇に変化、1ターンヒスト、全ドロップ強化ですね。はい、で76リーダーでございまして、闇の2コンボでダメージを激減2倍、強化ドロップ含めて5個消した時に攻撃力が13倍です。まあ、正直ですね、76リーダーとして使う可能性はあるかもしれないですけど、まあ、基本的にはですね、そこまで使う性能はしてないので、まあ、圧倒的にですね、あの黒メダルカストル、メタルカストルの方がですね、強いと思いますので、交換弾出しちゃっていいかなと思います。はい。です。という感じになっております。でですね、はい、まあ、今回ですね、まあ、さっきもそうでしたけど、これまで登場したモンスター大復刻ということで、まあ、それにね、伴ってですけど、まあ、さっき紹介したですね、あの大量のキャラクターたち言いましたね、こちらですね。はい、これのね、弾となるですね、弾。あの効果の素材となるですね、ダンジョンも、まあ、期間限定で復刻しておりますよということがね、ここに書いてあります。対象ダンジョンが期間限定で出現ということで、はい、まあ、これね、だいたい3日から2日3日ごとですかね。はい、1,2,3,8,9,10,15,16,17 とか3日ずつですね。はい、ダンジョンが復刻しますということみたいですね。対象ダンジョンが復刻します。これでね、取りやすくなっておりますキャラクター、はい、ということでございます。はい、まあね、カストル、まあ基本的にカストルね、能力調整は入っておりますが、交換しちゃっていいかなと思いますので、メタルカストルね、ぜひとも確保してほしいなと思っております。はい、こちらでございますね。あ、これですね。はい、うん、これね、マジで取ってください。はい、できればね。はい、でさっきも言ったけど、あの何だったらね、キャラクターたち、レイランバード、アマテラスドラゴンとかまだ持ってない方はね、そっち優先してください。それ以外の方はね、メタルカストルもう次取っちゃっていいと思います。はい、ルレットループね、指炎上ループ、そして武器もですね、ルレット生成強いです。はい、こちらもね、はい、こちらもルレット生成もね、どっちも強いので、はい、ぜひとも確保してください。はい、ということで以上でございます。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。